こんにちは、整形メイクのみえです。お願いします。はい、皆様朗報です。 今回はですね、私の大好きなフィオリーノだって フィオリから新しいジェルアイライナーペンシルが出たんですよ。じゃじゃじゃーん。これがですね、本当にすごいです。今、使ってるんですけど、さっき、目薬を大量に入れたにもかかわらず、しかもこの部分までも入れてるんですよ、私。よれてないんですよ。これはね、ちょっといろいろ実験していくから、最後まで絶対これ見てほしいんですけど、以前に紹介したフィオリから、アイライナーが出た。これは最強な予感しかしませんよ、皆さん。髪ぐちゃぐちゃになっちゃったよ。では、早速実際にレビューしていきたいと思います。はい、今回発売されたのがこちら、フィオリジェルアイライナーヌーディーブラウンウォータープルーフタイプと、あとこちらです、フィオリジェルアイライナーチャコールブラウンウォータープルーフ、こちらの2色が発売されたということで、色だったり質感だったりを見てみたいと思います。まずはヌーディーブラウンというお色なんですけど、これ1回に出してしまったら戻らないタイプのものなので気をつけてください。はい、でこちらなんですけど、見ていただいて、私これ初めて出会ったんですよ。今までにないぐらいの極細の芯、超極細 1.5 ミリらしいんですけど、こんなに極細なのに出会ったことは今までなかったので、最初くるくるくるって言った瞬間にはって思いました。何この細さって。なので絶対絶対描きやすいんじゃないかなと思いまして、こちらをですね、ちょっと今手に質感をやってみるんですけど、滑らかに描けるんですよ。でしかもですね、ラメが入っております。びっくりしません？あー、書いちゃった。こんなにも今スルスルと書けたんだけど、やめて、書いちゃ、ピーって書いちゃった。スッて書けます。はい。でね、私これ絶対いろんなメイクに使えるなって思ったので、ちょっといろんなこれを使った方法を、アイライナーだけに限らないんじゃないかと思うので、それもちょっとこの動画で披露していきたいなと思います。お次に、チャコールブラウンの方なんですけど、こちらも同じく極細です、芯が。はい、描いてみたいと思います。ヌーディーブラウンよりかは、こっちのチャコールブラウンの方が濃いので、目の際とかに入れてあげると、カッていう締まる感じの色ですね。こっちはどっちかっていうと、柔らかい印象になるっていう感じになりますね。はい。ちょっと今からメイクをしていきたいと思います。はい。最初に私が使うのは、ヌーディーブラウンを使います。先ほどのパールが入ってるヌーディーブラウンですね。はい。こちらを塗っていきたいと思います。それをかなりがっつり広めに引いていきます。これ、パール感が可愛かったので、アイシャドウとしても使えるんじゃないかなって思ったので、ちょっと引いてみます。よく私が目の際、引きやす！驚いた今。目の際にブラウンを引いていきますってよく言うと思うんですけど、そのブラウンに活躍しそうだなと思ったので、これを今塗ってます。ちょっといつものアイライナーよりは広めに塗ります。え、すごい可愛い！待って！ほら！ラメ感入ってますよ！すごい可愛くないですか、これ。これは可愛いぜ。で、これでアイライナーの目の際のアイシャドウの代わりとして私ちょっと今使ったんですけど、これをまたぼかしていくんですけど、まだこれで終わらずに、目尻3分の1の際の部分にも塗っていきます。塗りやすいわ、これは。目の下の3分の1ってあんまり広めに引きたくないじゃないですか。この芯極細なので、この目尻3分の1に入れても入れやすいんですよ、本当に。細く入るから、昔のケバイギャルみたいな感じにはならずに引けました。で、絶対に目尻3分の1に引く人には絶対試してほしいんですけど、これ泣いても落ちないんですよ。なので、目尻3分の1って泣くときなんかこの辺、パンダ目じゃないですけど、なんか真っ黒クロスケみたいな感じになるじゃないですか。それなんですけど、泣いても落ちないって絶対思って目尻3分の1に入れました。で、ちょっとここ上の部分がアイシャドウとして使ったのでぼかしていきたいと思います。はい、ではぼかします。いや、すぐにぼかさなかったから、これ擦っても落ちないやつだった。
だからちょっとアイシャドウでぼかさないと。はい、ではシャドウで少しぼかしていきました。そしたらこちらチャコールブラウンの方で細くアイラインを描いていきたいと思います。本当に力入れずにスッと描けるので、今はやっぱ真っ黒っていうよりかはちょっとこういう赤みの混じったブラウンだったりブラウンとかの方がやっぱり今時感はすごい出ると思うので塗っていきたいと思います。このフィオリシリーズは大好きなのですごく嬉しいです。で、私はこの目頭のこのはみ出さないかはみ出すかぐらいにもう入れていくので、目頭のここに入れてあげると目が離れてる方は目がぐっと近くなるので絶対入れてほしいんですけど、なんですけどあんまりよれてしまうのを使ってしまうともう大変なことになるんですよ。笑ってると涙みたいな黒いのが出てきちゃって、でもこれはよれないっていうシリーズなので安心してここに入れられるなと思います。で、まつげとまつげの間にも塗っていきます。これでさらにね目デカ効果を出します。そしてよれないっていうね、最強ですよこれは。目の際にチャコールブラウンを入れていきました。で、すごい感動したのが目尻のシュっていうラインがこのペンシルタイプでも引けたっていうことがすごい感動です。今までシュっていうラインはそんなに難しかったんですけど一発でこれ引けたのですごい嬉しかったです。はい、もう本当にこれはもうミユ流のテクになってしまってるんですけど、反対もやっていきたいと思います。このヌーディーブラウンすごい好きなんですけど私ラメ入りっていうのがすごい嬉しくて、アイシャドウの際の部分とかにも全然使えますし嬉しい、可愛い。これもちろんこれも目の際とかに塗るアイライナーとしても使えるので、プラスでこのラメが入ってるので目尻からピュって出た時に可愛いと思いませんか。やばいよ、ほんと興奮してるこの動画はい、で目尻3分の1にも入れます。目尻3分の1のラインはさ、あの石原さとみさんのメイクする時とかも垂れ目にしたい時とかもすごいこの目尻3分の1のラインは重要なので、ブレないものを絶対に欲しかったから嬉しいですなんかアイシャドウとかでこれやってもちょっとはみ出ちゃったりとかしてなんか汚いちょっと昔のギャルみたいになっちゃってたんですけど、はい、こんな極細のアイライナーが出て引けたっていうのがすごい嬉しいです。同じくアイシャドウでぼかします。そしたらお次にまた同じようにチャコールブラウンでアイライナーを引いていきます。もうスッて引けるんですよ。目尻のラインとかもこんなに極細に引ける。嬉しいよね、これは。目頭のこの部分にもしっかり入れていきます。まつげとまつげの間も埋めていきます。はい、ではこちらですね、アイライナー引いていきました。はい、では今ですね、フィオリでメイクをしていきました。すごい思ったんですけど、これだけでもすごいメデカ効果になりませんか。さっきのライナー入れただけで、いや嬉しい。はい、ではお次に実験をしていきたいと思います皆さんによく質問をいただくことがあったんですけど、こちらビューラーにアイライナーがついてしまいますっていう質問がよくあったんですけど、まずビューラーをきれいにするっていうことも大事なんですけど、よれないアイライナーだったら絶対にビューラーにはつかないと思うんですよ。はい、でね、実験したいと思います。普通にもうまぶたにくってつけてますよ私。見ていただいて、先ほどとの状態は変わりません。アイライナーはよれておりません。はい、では逆もやってみます。逆のビフォアはこんな感じなんですけど、はい、やりますね。見ていただいて、先ほどのビフォーとは変わってません。最強よ。これで、もう朝、ビューラーにアイライナーが取られたって言って、また塗り直すこともないと思います。はい。そしたらですね、お次に実験したいのは、
目薬を大量にさせたいと思います。はい、もう仕事で疲れたって時に目薬させたいじゃないですか。でもアイライナー完璧なのにさしてしまったら絶対折れちゃうよとか思うで目薬させないと思うんですけど、まあしかもそれで泣いて笑ってしたいじゃないですか。それが青春じゃないですか。誰だよって感じですよね。もうね、そんなメイクを気にせずに笑いたい、泣きたいと思いましたので、まあ夏になれば汗もかきますし、私が実験してみましょう。落ちないのか。目薬さすら苦手なんだよな。あ、大量に垂れた。大量にやばい。いや、これすごいですよ、本気で。涙垂れちゃってるよ、ここに。今日さ、そんなによれてもいいやって思ってさ、ファンデーションさ、よれれないやつじゃないの使ったら、ファンデがよれてしまったよ。てか、目はよれてないよ。ほら、この目尻のとこってよくよれてしまうと思うんですけど、この三角形三分の一の部分とか、パンダ目になっちゃう場所なんですけど、こんな近くにいてもよれておりません。それで目頭のこの部分ですね、よれてません。わかりますか、これ。ここって絶対ぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃうじゃないですか。だけどよれてない。すごいよ、何もよれてない。すごい、いや最強よ。ちょっともう片目にも入れてみよう、面白いから。よれなさすぎて面白い。うわっ、すげえ出ちゃった今。また同じくよれてません。目尻の部分も、目尻三角形の部分も、目頭のこの部分も、すごい、本当にすごいと思う。これは絶対この目頭の入れてしまった場合には無理でって、あと諦めていきました。もうよれてしまうものだと。その時はもう絶対アイライナー持っていかないとダメだと思ってたんですけど、ペンシルタイプでこんなよれないタイプなんて私初めて出会いましたよ。でもマジで感激してて今。やばい。さらにですね、最強の目になりたい方はこちら、この間紹介したと思うんですけど、ここにね、裏技って書いてあるんですけど、フィオリアイライナーガード、こちらを使ってですね、 SNS とかに上げて買ったよっていう報告とかもたくさんあったんですけど、動画にも上げてね、アイライナー出たじゃないですか、ペンシルの。ダブルで使ってみてください。最強ですよ。もういいよ、もう雨降ってきたってなんだって、どんと来い、バッチ来いですよ。はい、ではフィオリ塗りましょう。これで私は最強の目ですよ。これは無色透明なので、普通に何も気にせずに塗っちゃって大丈夫です。ちなみに、いつも出かける前は動画には出してないんですけど、必ずこのフィオリのアイライナーガードは絶対に塗っていきます。もう私、お化粧絶対持ち歩きたくないタイプの人間なので、リップだけでいいよっていう人間なので、あんまり本当に持ち歩きたくないので、絶対にその前にしっかり仕込んで、で、落ちないようにっていうお出かけをするので、もう、よれないシリーズじゃないと無理ですね、私のお化粧は。もう、ほんと持ち歩かないので。はい。はい。最後にですね、前動画を出した時に、どこに売ってるんですかっていうのが、すごい質問とかがあったので、お答えしたいなと思うんですけど、ふとさんだったりとか、バラエティショップに売ってることがあるので、でも近くのお店にもしなかったら、お店の人に問い合わせてみたりとかしてみてください。はい。では、商品について、もっと詳しく見たいよって方がいてましたら、概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひご覧ください。はい。では、今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。